どうも皆さんこんにちは。太陽の歌と、ゆっくり霊夢だよ。今日も早速鬼退治に行くぜ。Cat clock. Anzo's ways are curious indeed. 長政と申す者の守護霊の気配はよく知っておるぞ。Even cats speak in these lands.わしがついてやろう。我ら守護霊は人の信心より生まれし人魂。そして荒ぶる妖怪は人の怨念より生まれた荒玉。生きとし生けるもの全てはこの二つの均衡の上に成り立っておる。しかし長く続く戦乱がため荒玉の力はいやまし、妖怪が世に跋扈しておるのじゃ。これでこの国の言葉も聞き取れるようになろう。感謝せん。不思議な猫だな。不思議どころか喋ってたぞ。まあ猫も話したくなる時もあるんだよ。そんなことあるのかな。本日の獲物はここのボス。ここのボスは素早いことで有名。また、マス攻撃を仕掛けてくるので注意したいね。もうボスの心配してるけど、道中は大丈夫なのか。道中、雑魚にこの私がやられるとでも、私の実力ならばすぐにボスが出てきても倒せるぞ。それがフラグにならないといいけど。まずは目の前の敵をサクッと片付けようかな。2体一遍に来るとは、戦というものを分かっておるようだね。おいおい、なんかボコられてないか。まあ、この程度の攻撃。っていう、世界線もあるよねー。おいおい、入り口でやられてんじゃねえか。霊夢はどうやら悪い夢でも見たようだね。今は目の前の目玉鬼に集中するぞ。てか目玉鬼めっちゃでかいな。こいつは鬼の中でも剛腕で知られている。動きは遅いがその剛腕に巻き込まれれば、体力をごっそり持っていかれるぞ。確かに今の攻撃で半分以上持っていかれたぞ。だが怨霊鬼を倒した私にとって、この程度の鬼属的ではないな。雑魚的にやられていた奴に言われても、説得力ないな。まあ、見ているがいい。我が鎖鎌がこの鬼を打ち滅ぼしてくれようぞ。下っ端の鬼族よりも体力も多いね。この鬼を見ているとハンターハンターを思い出すね。確かにグリードアイランドにこんな敵いたな。うむ、弱点は見てわかる通り目玉さ。ハンターハンターの見ている敵も、弱点目玉だったね。うん、敵の体力もう少しのようだ。そろそろこの鬼の終焉の時が来たようだ。この鬼が次に隙を見せた時が、終焉の時だ。おお、やるじゃねえか。だが本当の敵はこの先のボスさ。早速行くぜー。だぜコウモリ女って感じだね。うむ、怨霊鬼を超えた先にいるのがこいつ。初めて来た人はマジ地獄ではねられやられてしまうんだ。状態異常とはまた厄介な敵だ。そう、ほぼ全ての攻撃にマチ反省があるから、当たらないように避けるか、マジ直しで速攻直すしかない。マジ直しはアイテム自体が有限なので、攻撃に当たらないように意識して戦っていこう。攻撃のチャンスは相手が近接攻撃を仕掛けてきた後、また、目つぶしがあれば戦いやすいぞ。ふむふむ、この遠距離のマチ攻撃も厄介。この攻撃の他にもマヒバリで攻撃をしてくるから注意。道中にマヒ耐性を上げるお守りもあるはずだから、それを装備すれば戦いやすくなるからおすすめです。ふむふむ、戦いやすくなるならぜひ装備したいね。うむ、攻撃パターンを覚えるには何度も挑むしかないから、そこはひたすら戦うのみ。私自身も初めてこいつと戦った時は、麻痺状態になりまくって何度も諦めかけた。また死にゲーというジャンルでは、2回連続で死んでしまうと、獲得していた経験値が失われてしまう仕様が多い。そのため、ボス戦に来る前に経験値を、綺麗に使ってくるのがいいと思います。せっかく何時間もかけて集めた経験値を、一瞬で失う可能性もあるからね。まあ、私クラスになれば失った瞬間、そっと PS4 の電源をオフするけどね。いやいや、メンタルにだいぶ来ちゃってるじゃねえか。
操作、死にゲーのボスの攻撃は、ゲーム内だけにとどまらず、プレイヤーの心に大きなダメージを与える。良い子のみんなも気をつけてくれよ。恐ろしや、恐ろしや。だが、なかなか倒せなかった敵を倒した時の、達成感が癖になって死にゲーを続けている人も多いはずさ。うん、やっぱ倒せたり、クリアできたら嬉しいもんね。うむ、このゲームをクリアする頃には、私は神レベルになっているかもしれない。こいつ目を離すとすぐ調子に乗るぞ。まあ、いいではないか。でもなんとかクリアしたいもんじゃ。まだまだボスはたくさんいるから、ガンガン倒していかないとね。そうだね、まだ戦ったことのないボスもたくさんいるから、楽しみでもある。ただどのぐらい強いのか不安もあるけど、私が神になるために通る道ならば仕方あるまい。こいつまた何か言ってるぞ。ふっ、敵の体力も残り3割程度、霊夢もそろそろ私の実力を認めざるを得まい。まあ、成長していることは認めよう。だが本当に認めるのはクリアした時だね。うむ、それで十分。私が神になる日まで見ているがいい。よし、もう少しだ。あと一発で倒せそうだね。ここで油断してはいけない。攻撃は確実に避け、仕留めに行くぞ。うん、集中するんだ。これで最後だー。よし、討伐完了だ。おお、やるじゃん。麻痺は厄介だったけど、なんとか倒せたね。いやー、誠にかたじけない。槍には自信があったが、毛量の類とは戦ったことがござらぬゆえ、遅れを取り申した。長く続く戦乱がゆえ、国元では民草は九死、怪異が溢れておる。まもなく石田徳川の間で天下を二分する戦が起きるであろう。民のため、この戦を天下太平への戦、最後の戦とせねばなるまい。感情しかできぬ石田のせいで、父上は天下より引き離されたのじゃ。家康殿と共に討ち果たしてくれん。長政さん、控えぬか。客人がおられる。I don't have time for this.Calm down. Everything has been taken care of.勘兵衛殿も人が悪い。妖怪が仕業と分かっておりましたな。金の髪の侍、妖怪より珍しいわね。半蔵様に伝えて、筑前橘が寮にたあやかしの変ありと。Who are you? I dislike the company of drunk samurai. Hey! I am no samurai.
So a common drunk. Even worse.はい。ってなわけで今回は、ヒエンマを退治に行きましたが、いかがだったでしょうか。2体目のボス戦だったけど、まあまあ良かったんじゃないかな。次回もボス戦頑張っていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またねー。